ご視聴ありがとうございます。こちらのチャンネルでは暮らしをちょっぴり便利におテーマに素敵な商品やサービスを紹介しております。今回は筑波山椒というメーカーから発売されておりますスリムチェストワゴンを紹介します。私自身デスク周りをアップデートするためにデスクワゴンを購入しました。こちらの動画では本商品の特徴と使ってみての感想、そして人生初の Amazon 返品交換対応をしましたのでその流れを紹介します。デスクワゴンを探されている人はもちろん Amazon 返品交換の流れを知りたい人はぜひ最後までご覧ください。それでは開封の様子をご覧いただきながら本商品の特徴をお伝えします。本商品は高さ58センチ、奥行き50センチ、横幅30センチのサイズとなり、一般的なデスクワゴンと比べると横幅が10センチほど狭いスリムワゴンとなります。ただしスリムといっても本体重量は16キロあり重たいです。一人暮らしの方は特にですが運搬から注意した方が良いでしょう。鍵付きとなります。鍵をかけると全ての引き出しがロックされる仕様となっています。材質はスチールとなります。今回私はホワイトを買いましたが、その他グレーやブラックと3色展開しています。引き出しはダブルサスペンション仕様でこのようにスムーズに開けられます。お聞きいただいた通り、レールの音も引き出しが閉まる時の音もとても静かでした。2段目、3段目も1段目同様スムーズかつ静かでした。保証書も同封されていました。内容を読むと本商品はキャビネットに分類されるそうで3年保証とのことでした。ベントレーもあり小物も整理しておけますね。またスリムワゴンですが A4 サイズの書類やノートも平積みできますといった充実の内容で、私が購入した2021年4月時点で1万552円でした。これは Amazon で販売されているデスクワゴンの中でも最安に近い値段となります。さて問題はここからです。動画を撮影しながら良い買い物をしたなと思っていると、商品の裏側にこのような目立つへこみを見つけてしまいました。動画ではそこまで目立たないですが、実際には結構はっきりへこんでいます。ということで初めて Amazon で返品交換手続きをすることにしました。やってみたら簡単でしたのでその手順を紹介します。まず購入済み商品の画面を開くと商品の返品選択があります。返品の理由が並んでいますのでふさわしいものを選びます。私の場合はへこみがあったので商品に不具合または損傷があるにしました。具体的な理由は必須ですのでこちらもテキストで打ち込みます。そこまで完了したら次に進むを押します。私は同じ商品の交換にチェックを入れました。色違いの商品や返金を希望する場合はそちらにチェックを入れましょう。また返品交換にはクレカ情報が必須となります。ここまで完了したら一番下の次に進むを押しましょう。続いて商品の返品方法を選択します。私は16キロあるデスクワゴンでしたので迷わずヤマト運輸の集荷を選びました。なお取りに来てもらっても費用はかかりませんので基本集荷の方が良いでしょう。その後集荷の希望日時を選択して確定すれば完了です。私は関東に住んでいるのですが、商品到着のその日のうちに返品交換の希望を出し、翌日にはヤマト運輸が返品物を回収、そしてその翌日返品交換希望を出して2日後には交換品が家に届きました。初めての返品交換対応でしたがスピーディーかつ簡単にできてびっくりでした。そして届いたのがこの商品。当然ですが背面のへこみはありません。返品交換はゴールデンウィークの時期にお願いしたので連休明けまで待たされると思っていました。ですがこのスピード対応、まずはそこに大満足でした。また冒頭でもお伝えした引き出しのスムーズさや静音性は交換品も変わらず、そこも非常に満足でした。ただ厳しめの評価をするなら引き出しの1段目と2段目に若干のズレがあり作りの甘さを感じました。ですがそこは1万円の商品、家具屋さんに行けば2、3万円当たり前のデスクワゴンですのでコストとのバランスを考えれば許容範囲の作りでしょう。
また私自身は知って買っているので不満はないですが、この商品には正面に取っ手がありません。取っ手がない分すっきり見えますが、左右のくぼみから開けるのは慣れが必要です。なお実際にデスクに置いてみてもとてもスリムです。個人的に足元の圧迫感がストレスに感じるのですが、実際に仕事をしていても広々と使えており、スリムワゴンにして良かったなと感じています。総括するなら、そのコンパクトさはもちろん、機能面や3年間の保証があること、そしてトータルのコストパフォーマンスに、何といっても返品交換の早急な対応と大満足の商品でした。これらのことから、もし皆様がお手頃なデスクワゴンを探されているなら、筑波三省の本商品は個人的にお勧めできます。本動画の説明欄に Amazon のリンクを掲載しておきますので、気になったようでしたらそちらを調べてみてください。以上、最後までご視聴ありがとうございました。もしこちらの動画が少しでも参考になったようでしたら、グッドボタンやチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。それではまた別の動画でお会いしましょう。